このファンコにまた新しい仲間が同居です。シナタンティスペトリコーラというね、アフリカのところにね生息するね、水玉の可愛らしい小型ナマズなのよ。物陰にね隠れて生活をね普段してるらしいんだけど、うちのこの子はね明るいところも好きなのよ。で穴を見つけてすぐねそこにね体をね中に入れて、で一時は隠れんだけどまたすぐ出てきたりってねこの子元気なのよ。でもね最初ねうちにね引っ越してきた時に相当弱ってて、でファンクがさこう熱帯魚休み見かけた瞬間体弱りながらも寄ってきてさ、なんかちょっと餌くれっていうポーズを見せたのね。いやめっちゃ可愛いのにすぐ引き取ってきたんだけど、で2週間ねちょっと撮影しなかった理由というのはね、元気になるまでちょっとそっとしといたという理由がありまして、うん、あ、それでファンコのね、水槽はね、どちらかというと生き物重視なんで、水草とかそういうのあまりこだわりません、なかなかね、ちょっと二酸化炭素とかさ、入れるとさ、魚って結構弱っちゃうの。だからね、ちょっと生き物重視のね、水槽となってますね。よろしくお願いいたします。それとね、ヨシノボリね、めちゃくちゃ気性悪いのね。目が合うだけで、おいこりゃつって、もうすぐ喧嘩始まっちゃうの。で、もう、3週間ぐらいやっとなるかな。なんとか、こんなに仲良く。これもね、元ヨシノボリを飼ってたね、友達の助言通りにね、いろいろ石を配置したり、で、うちに来てさ、いろいろね、設置とかして、なんとかね、ほら、こんな仲良くする魚じゃないのよ。めっちゃブラザーじゃん、みんな。時間かかったよ、3週間。でもね、まあ、こんな感じでみんな仲良くね、暮らしております。それでは、人生相談の方にお便りが来ましたので、これからお読みしたいと思います。ファンクさん、こんにちは。自分は30代のサラリーマンです。先日、同い年の1年半付き合った彼女に振られました。理由はあなたと結婚するのが不安。仕事辞めたがってるくせに、何も行動を起こさないような人についていけない。あなたに変わってほしかった、というものでした。自分は必死に引き止めようとしたのですが、すっかり冷めてしまっている彼女を見て、泣く泣く別れを受け入れました。見えんたらたらで苦しくて何かしていても突然気持ちが落ち込む日々が続いています。今後どうするべきでしょうか。時間をかけて自分を磨き、もう一度アタックすべきでしょうか。それとも次の恋を探すべきでしょうか。バイ、チャールズ。ファンク的には別れた方がいいんじゃないのかなっていう気持ちが強いのよ。でもチャールズさんがどれほどその彼女のことを好きだったかっていうのは自分ではこの分ではよくまだわからないから断言はできないのね。でファンクも10年ぐらいいろんな人のね相談乗ってて感じたことがあるのよ。チャールズさんの人生はチャールズさんじゃない。まず自分をさ主役にしてみようよ、それでさ考え方はちょっと変えた方がいいかなってファンクは感じるのよ。チャールズさんの考え方が悪いとかって言ってるわけじゃないのね。変えた方がいいと思ったっていうことはね、こういうことなんだけど、あなたと結婚するのが不安と。で、お互い結婚して、共働きなのかな。でも、あなたと結婚するのが不安っていう、収入面のことかな。それとも、踏み出せないチャールズさんに対して不安だと。仕事辞めたがってるくせに何も行動を起こさないような人にはついていけないと。で、あなたに変わってほしかったと。悩んでさ、今の仕事をどうしようかなって考えてるチャールズさんを分かってくれるように彼女も変われなかったってことでしょ。それで、ね、あなたに変わってほしかった。そんなあなたについていけるように考え変えることは彼女はできなかったと。この彼女の言ってることを見てると、彼女に一方的な意見でしょ？
まあ、人ってさ、働いてていろんな人の関わり合いとかさ、例えば自分に部下がいたとするじゃない、そう簡単にはさ辞めれないじゃない。でもさ、人間って弱いじゃん。今のところじゃちょっと心配だし、将来的に考えたら辞めようかなって思わず言っちゃうことってあるじゃない。そういうのも含めてね、まあ、お互いを分かり合ったりとか、あと、なんで私がこんな風に言ってね、あの人は聞いてくれないの、ね、でも私、もしかしたらなんか言ってること間違ってんのかなとか、お互いをさ、認め合って進んでいくものじゃない。カップルが、まあ、夫婦になっていく過程の段階で、一方的にさ、変わってほしい、変わってほしいって。変われな、ね、いさ、チャールズさんに、まあ、今こういう時期なのかなっていうふうになんか分かれなかった、彼女も変われなかったってことじゃない、お互い変われなかったんだよ、相談文を見てると一方的にチャールズさんが悪いんじゃないのじゃないかなと。それで例えばさ、距離を置いたとするでしょ、もし夫婦になるんだったらやっぱりチャールズさんがいないとダメだって、もしね彼女が思ってるんだったら戻ってくると思うのよ、やっぱりダメだわって。で、自分の意見しか落ち着けなかったら多分戻ってこないと思うのね、それをどう捉えるかだと思うのよ。でファンクだったら、ご縁がなかったっていうことで、ね、終わってしまうかな。ファンクね、そこら辺ね、はっきりしてるのよ。今はこんな見てくれだけど、もっとナンパしじゃん、今暇って話しかけないでっていう女性の方いるじゃん。あ、ダメだと思ったらもう次どんどん行くもん。で、今暇とかいろいろ声かけるじゃん。ふんってされても、100人声かければ1人はさ、振り向いてくれるじゃない。で、どっか食事行ったりして。で、今日ちょっと頼むわ、つって。ごめんなさい、ちょっともう初めて会ってばっかりでしょ、とか、あと。ね、何気持ち悪いって言われたら、あ、じゃあもうこっから先はないと思ったらもう、あ、じゃあごめんねって言って、また他の、次から次へと行くという。はっきりしてんのよ。もうね、渡り鳥よ、うまくいければいいんでいいっていうか、もう最低でしょごめんなさいね、でも他の女性とちょっといろいろ話してみたりとかね、まあ、この間今フリーでしょ、ちょっと出会ってみたりとかっていうのもいい経験なんじゃない。それでも彼女のこと忘れられなかったらっていうんだったら、また連絡取ってみるっていうのもいいんじゃないのかな。なんか思うんだけど、チャールズさんが自分をね、磨く必要はないと思うよ。だってさ、まあ、いろいろ言われて、なんか見て、この文章読んでると、もしかしたら自分がっていうふうに、まあ、自分を見つめられる方だと思うのね。だから、ね、なんていうの、相手の考えなんて関係ないわって言って、ガンガン行く男の人よりは多分自分を見れてんじゃないのかなと思うんだよ。だからさ、磨く必要はないと思うんだけども、今この期間さ、いろんな人と出会えるんだったら、ね、他の人も見てみるっていうのも、いい機会なんじゃないのかな。なんかそう思うよ。政治系 YouTuber をやってたものです。芸能人が入ってきて、政治を語り出し、一般は排除されてる昨今。芸能人が本当にうざい。俺のジャンルで言えば、常年司が上げまくってうざい。他のが検索されにくい。情報を持ってるだけなんだよ。中身がない。同じ YouTuber として特に長くやってて、ってなかなか売れない。ファン、大きな言葉ですよ。あなた言うじゃない。収益が判明してやめたわ。七品とこし。何気にファンクのこともぶっ刺してきて、あなた、言うじゃない ファンクどちらかといえばね、ごめんなさい、ジョネトラタムスウィークエンド見てるから、ジョネトラタムス大好きなのよ。ごめんなさいね。ちょっとあなたとは意見が違うんですけども、でさ、前から言ってるけども、芸能人入ってきたらね、一般はね、駆逐されていくのよ。しょうがないよ。だって、テレビに出てる人ってさ、もういろんな
人で出たい出たいっていう人でも、もうほんの一握りの人、まあ勝ち残った人だけしか、あと運とかも入れられると思うよ。まあそういう人たちだけしかテレビに出てないじゃない。で、ねえ、まあ、弱肉強食の中、今までずっと勝ち、まあ生き残ってきた人が入ってきてるわけでしょ。そりゃ強いよ。全然なんていうの、敵もいなくてさ、ね、飲んでたらいけやってる我々 YouTuber はもう、駆逐されていくのよ。これはしょうがない。うん、あ、それで、名前ちょっと伏せてほしいということで、ちょっと今回、名無しっていう形にしましたけども、あんたの動画見たことあんのよ。政治系の人とかってさ、なんて言ったらいいんだろう。あなたも昔そうだったじゃない。なんか日本を良くしたいとかさ、あと、ね、真実はこうなんだっていうことを追求するわけでしょ。今回の文見ててさ、まあ収益も大切だと思うけど、政治系 YouTuber の人って、まあそれがさ、もう邪魔に出てくるじゃない。で、Twitter の方でさ、いろいろ連絡くれたけどさ、なんか必死すぎてどうのって、まあジョネンとかさ、どうのとかって言ってたじゃない。まあジョネトラダムスってだって、経営者でしょ、経済ジャーナリストだけじゃなくて。ってことはさ、一緒に働いてる人とかもいるしさ、ね、雇ってる人もいるじゃん。経営者でさ、こんなもう大変な時期に、必死にならない人のがやばいよ。まあ、だってみんなの生活をね、保障していかなきゃいけないし、で、いっぱい稼いだらさ、もう一緒に働いてる人たちにさ、ねえ、まあ、お金いっぱいとかあげたいとかって、経営者だったら考えるわけじゃん。それは必死になるよ。逆に必死にならない方が、やばいと思うよ。でさ、まあ、オフ会でさ、一緒になった時にさ、声優の方にさ、いろいろ教えてあげる先生の人とさ、ね、会って、いろいろ話す機会があったんだけど、その人がね、まあ、そもそも YouTube やってんだよ。で、ワンクに言った言葉がね、未だに残ってるんだけど、あまり今視聴者はいないけども、頑張らなきゃって。まあ、お互い頑張りましょうよって話した時に最後にね、お互い、まあ、自分がまあ個人経営者みたいなもんだから、自分が頑張らないと、何も伸びないし、発展もしないし、潰れてしまうって言ってた。我々個人経営者なのよ。判別したら判別したでも、今の現状を受け入れてさ、やるしかないじゃない。ファンクはそう思うのよ。ファンクだともう、あれよ。いや、今もう、どちらかといえばもう、ボランティアみたいになっちゃってるよ。なんでかというとさ、ガクって減りまくってさ、食べた分、それぐらいしかもう今入ってこないよね。プラマイゼロですよ。これガチですよ。それでもなんでやってるのかっていうとね、めいっちゃうから、何回やってないとね、ファンクめいっちゃうのよ。で、動画とか上げるの好きなのね、昔から。動画っていうかね、番組やりたいのよ。何度も言ってるけどね、テレビ番組みたいな、サクサクみたいなさ。それをずーっと未だに捨てきれないのね。だからこうやってさ、ね、いっぱい人が来てくれるまで、その番組やるのはちょっと待ってるんだけども、やりたいことはもう、当の昔からね、もう決まってんねや。だからもうね、ストレス発散。ファンタがトントンだよ、今。YouTube 詳しいあなただったらわかるでしょ。まあ、今ファンタトントンだなって。体型もトントンだなって。余計なお世話ですよ。ここであなた辞めちゃったら、まあ、仕事してなくて YouTube だけだったでしょ。事業失敗したということだよ。諦めるの早くね。判別したぐらいでしょ。収益出てんじゃん、あなたの場合。もうちょっと、ね、いろいろ見つめ直してさ、何がダメだったのかって悩むいいチャンスだったんじゃない?まあ、お休みしてるという形になってるけども。生意気なこと言いやがって、もう、そんな視聴率稼げないファンクで言いやがってとかって思うんだったら、もう一度なんか奮い立ってみたらどう?あ、それとさ、ジョネの場合、情報を持ってるとかって言うじゃない。普通の人は、そういう情報を持てる位置まで行けないのよ。その位置に行けてるということがもう、すでに、他の人よりも抜きに出てんのよ。
トークとかも面白いじゃん、うん、だってジョネトラダブスウィークエンドとか見てみ、人類滅亡とか言ってんのよ見てる人が何ちゅうこと言ってんだと思う人多いと思うんだけど、うん、それがファンがたまんないのよごめんなさいね、うん、横にいるお姉ちゃんも可愛いじゃん、もしよかったらみんな見てみてあなたも個人事業主になったらジョネみたいにもうちょっと必死になった方がいいんじゃないかな、うん、我々個人経営者ですよ、うん、だからやるだけやってさ、ねえ、それでもダメでも、うん、やり続けるしかないんじゃない、だってあなた他の仕事やってないんでしょ、うん、わざわざね、収益出てる辞める理由がファンクないと思うんだけど、うん、多分今ちょっとね、今まで頑張ってきたのになんだこれって芸能人ふざけんなと思ってるかもしれないけども、芸能人は芸能人で今生き残りかけて YouTube の中でも今必死なのよ、あなたも必死にならなきゃ、もしこの世界でやっていくんだったらね、うん、ファンクはそれ思うな、うん、ちょっとお休みしてちょっと考えてみたらもったいないと思うよ、あれだけの、ね、登録者数がいるんだったら、うん、それだけのさ、あなたを信じてあなたの言葉を聞いてさ、ねえ、なんか感化された人とか、あ、そうなのかっていう人が未だにいっぱいいるということなのよ。その人たちを置いてやめちゃうの、うん、それはファンク、ね、見てくれた人たちに失礼だと思うんだけども、うん、それにファンクからするとやめる理由がよくわからない、うん、やめる理由がちょっとファンクにはね、ちょっとあまりよくわからないかな、うん、ちょっといろいろ考えてみて、この TKC クラブでは皆様のお悩みや相談を募集しております、うん、10年以上経ってもこんな感じですよ、うまく言えない、うん、それじゃあ今日はここまで、じゃん。私をものにしたいならもっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ、男ならそれぐらいできなくてどうするの、そんなんじゃファンコは乾いたままよ、全然乾いたままなんだからね、東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね、あれってどういう意味かしら。